アラスカハイウェイは、第二次世界大戦の間に建設され、カナダを経由して、アメリカ合衆国本土とアラスカ州をつないでいる道路である。ブリティッシュコロンビア州道ソンクリークから、ユーコン順州ホワイトホースを経由して、アラスカ州デルタジャンクションに至る。1943年に観光し、延長は2 2 3 7トルだったが、経路変更によって、いくらか、 短くなった。この道路の歴史的終点は、マイルストーン1420に近く、デルタジャンクションで、リチャードソンハイウェイと出会うところであり、フェアバンクスからは南東に、約160キロメートルの地点である。リチャードソンハイウェイのマイルストーンは、バルディーズからカウントが始まっている。アラスカハイウェイは一般に、南アメリカのアルゼンチンまで伸びる。 パンアメリカンハイウェイの一部だと考えられている。アラスカに高規格道路を建設する提案は1920年代に始まっていた。ドナルド・マクドナルドがアメリカ合衆国、カナダ及びロシアにまたがる国際道路の夢を描いた。この道路計画を推進するために初めにスリム・ウィリアムズが犬ぞりで提案された経路を走った。 その経路の大半はカナダを通ることになるので、カナダ政府からの指示が重要だった。しかし、カナダ政府はそれによって恩恵を受けるのが、有根巡州の数千もいないような住民に過ぎないために、その道路を建設するために必要な予算を設定することに、何の価値も見出さなかった。しかし、いくつかの経路について検討が加えられた。好まれた経路は、 ブリティッシュコロンビア州プリンスジョージからロッキー山脈トレンチを抜けてユーコン潤州道村シティに至り西に転じてフェアバンクスに向かうものだった。真珠湾攻撃で第二次世界大戦の太平洋戦争が始まり北アメリカ西海岸とアリューシャン列島に対する日本からの脅威が加えられたことでアメリカとカナダ両国の優先順位に変化が生まれた。 1942年2月6日、アラスカハイウェイの建設がアメリカ陸軍に認められ、その5日後に、この計画はアメリカ合衆国議会とフランクリン・ルーズベルト大統領から着手承認を受けた。カナダはアメリカ合衆国が建設費用をすべて持ち、カナダ内の道路などの施設が終戦後にカナダ当局に移管されるという条件で、 建設を認めることに同意した。アラスカハイウェイの車道を広げるブルドーザー1942年撮影公式の建設開始は1942年3月8日のことであり、数百もの建設機械がノーザンアルバータ鉄道の優先列車でブリティッシュコロンビア州ドーソンクリークのゼロマイル地点近くに運ばれてからだった。陶器の気候が緩み、作業員は 北端と南端から工事を始めることができたので、春の間は建設が加速された。日本がアリューシャン列島のキスカ島とアッツ島に侵入したという知らせが届いた後は、工事に白車がかけられた。9月24日、ブリティッシュコロンビア州とユジュン州の宗教である北緯60度線、コンタクトクリークと名付けられることになる場所のマイル588地点で、 双方向の作業員が出会った。全員経路は10月28日に完成し、北端はマイル1202のビーバークリークでつながれ、11月20日にソルジャーズサミットで開通式が行われた。戦争に対する必要性から最終経路に影響し、アメリカ合衆国からソビエト連邦に武器対応される航空機を運ぶ。 北西中継ルートの空軍基地をつなぐ用意とされた。こうして、むしろ実用的でない極端に難しい地形の経路が選ばれた。この道路は、もともと第二次世界大戦中のアメリカ陸軍補給路として大半が軍によって建設された。道路の建設には4つの主要な区間があった。アラスカのデルタジャンクションから南東に、有ュン巡州のビーバークリークで接続。 ドーソンクリークから北に、続いて、西に進行、ホワイトパスユーコンルート鉄道を経由して川を渡った後にホワイトホースから東進と西進という4区間だった。アメリカ陸軍は、地元の川船、鉄道の機関車及び当初は、南のカリフォルニア州で使う糸があった家屋など、あらゆる種類の道具を調発した。 アラスカハイウェイは1942年10月28日に観光し、11月21日にソルジャーズサミットと開通式が行われたが、このハイウェイは1943年まで一般車両が通れなかった。当時でも多くの急な坂があり、路面は悪く、丘を上り寄りするためにスイッチバックがあり、ガードレールはあったとしてもないに等しかった。 1942年に船橋や仮設丸木橋を改良した橋は必要な場所のみ構成橋に付け替えられた。古い丸木橋がエーシヒック側にかかっているのが今でも見られる。日本が侵略してくる恐れが少なくなり、具体的な部分を改良するために私企業に契約が行くことはそれ以上なくなった。 有根順州のバーオッシュランディングとコイダーンの間100マイルほどは特に永久凍土層が溶けて傷つきやすい植生に保護されていなかったので1943年の5月と6月は事実上通行不能だったその経路を修復するために丸太道が作られたのでこの地域の古い部分には今も丸太が埋まっている現代の建設法では表面に砂利を盛るか 砂利で植生と地表面を置き換えるかで作られているので永久凍土層が溶けることはない。しかし、バーウォッシュランディングとコイダーンの間はまだ問題があり、1990年代後半に新しい道路が建設されたが、まだ登場が続いている。経路の改善フォートネルソンとワトソンレークの間のアラスカハイウェイ1 9 4 2年に完成したばかりの道路は、 ローソンクリークからデルタジャンクションまで約1680マイルあった。陸軍はワシントン州の公共道路管理局に管理を移管し、管理局が選別した区画の改良のために私企業の道路建設業者に契約を発注し始めた。これらの部分は不必要なカーブや険しい坂道を避ける形で改良された。現代の旅行者は、 公共道路管理局が承認した経路に沿ってある電話線を追えば改良された部分を識別できる。日本による侵略の恐れがなくなり、公共道路管理局は新しい契約の発注を止めた。1946年に道路をカナダに移管した時、ドーソンクリークからデルタジャンクションまでの総延長は1422マイルになっていた。経路は ドーソンクリークからフォートネルソンまで北西、続いて北に向かう。1957年10月16日、フォートセントジョンからすぐ南、ピース川にかかっていた釣り橋が崩壊した。新しい橋は数年後に建設された。フォートネルソンで道路は西に転じてロッキー山脈を越え、その後コール川で西向きの道に戻る。 マイルストーン590と773の間では、ユ有根ン,ン州とブリティッシュコロンビア州の宗教と9回交差するが、そのうち6回は、マイルストーン590と596の間に集中している。クルエン湖の南を過ぎると、北北西に向き、アラスカ州との国境に至り、そこから北西に向かって、デルタジャンクションの終点である。 戦後の建設では、当初の経路を10マイル以上変えることはなく、大半の場合で3マイル以下だった。マイルストーン590と596の間で、ユ有根ン,ン州とブリティッシュコロンビア州の宗教を、今でも6回交差しているかは明らかでない。このハイウェイの建設に関して、カナダとアメリカ合衆国との間の当初合意に従って、 第二次世界大戦終戦から6ヶ月後にカナダ領内の部分はカナダに移管された。実際には1946年4月1日のことでアメリカ陸軍がユーコン順州からブリティッシュコロンビア州までの道路をノースウェストハイウェイ系統を管理するカナダ陸軍に移管した。アラスカ州内の部分は1960年代に完全に舗装されたが、 1981年でも大半が砂利式だった。カナダ領内の部分は現在完全に舗装されているが大半はアスファルト舗装である。アラスカ州内及びカナダ北西部にあるアラスカハイウェイと他の高規格道路について広範なガイドブックであるザマイルストーンが1949年に初版発行され、 このハイウェイを旅する者の,のために最も重要なガイドとして毎年版を重ねている。ブリティッシュコロンビア州政府はハイウェイの最初の82.6マイルを所有しており、1960年代後半から1970年代にかけて唯一舗装されている部分になっていた。カナダ公共事業局はマイルストーン82.6から630までを維持している。 有根巡州政府は、マイルストーン630から1016を所有し、マイルストーン1221となる、アメリカカナダ国境までを維持している。アラスカ州は、州内のアラスカハイウェイを所有している。カナダ領内では、後半に経路の再配置が行われ、 1947年以降、約の35マイルはその大半が曲がりくねった場所を排除したり、住居地域を迂回するものだった。それゆえに昔からのマイルストーンはもはや正確なものではないが、地元では一式別のために今でも重要である。ハイウェイの古い区間のいくつかは、地方道路として今でも使われているが、残りは、スタレルに任され、 ある場所では工作されている。ホワイトホースの3カ所や、フォートネルソンの1カ所は、地元の生活道路となっており、ホワイトホース郊外では、住民道路となっているところもある。ユーコン巡州シャンパーニュでは2002年にバイパスが作られたが、古い道も、新しい直線道路が建設されるまで、地元社会に供されている。道路の付け替えは続いており、 有根巡州の場合は2009年まで続くと予想され、ヘインズジャンクションとビーバークリークの区間はカナダとアメリカ合衆国の釈枠協定に基づいて進められている。ドンジェク川に架かる橋は1952年に建設されたものに置き換わる新しい橋として2007年9月26日に開通した。釈枠協定のもとアメリカ合衆国道路予算が 有根巡州政府によって行われる入札で残ったカナダの建設業者による工事に充てられている。釈枠協定ではヘインズジャンクションからアラスカペンハンドルまでのヘインズハイウェイの1980年代の改良を完成させ、その後予算は数年間アメリカ合衆国議会によって止められた。マイルポストをたどるとハイウェイのカナダ側は 1> 約1187マイルで終わっているが、アラスカ州内の最初のマイルポストは1222となっている。アラスカ州内の実際の総延長は、カナダと同様距離を短縮する付け替えによって、もはや明らかでないが、カナダと異なるのは、アラスカ州内のマイルストーンが付け替えられていないことで、ある。ブリティッシュコロンビア州とユーコン順州政府及び、カナダ公共事業局は、 クルエン湖南東岸の地点まで、キロメートルポストを調整した。ブリティッシュコロンビア州が行った、最近の調整は1990年であり、有根巡州のそれは2002年と2005年である。ブリティッシュコロンビア州と有根巡州の区画には、歴史的マイルストーンが1992年に取り付けられ、具体的な場所を記しているが、正確な走行距離を表してはいない。 ブリティッシュコロンビア州内に80カ所、ユーコンジュン州内に70カ所及び、アラスカ州内に16カ所、当初のマイル数に合わせた単純な数字のマイルストーンがある。歴史的標識はブリティッシュコロンビア州内に31カ所、ユーコンジュン州内に22カ所及び、アラスカ州内に5カ所あり、その場所の重要性を伝えている。 ブリティッシュコロンビア州内に18カ所、ユーコンジュン州内に14カ所及び、アラスカ州内に5カ所解説版が、道路脇の駐車場にあり、詳細な情報を伝えている。アラスカ州内のアラスカハイウェイは、アラスカ州道2号線である。ユーコンジュン州内では、ハイウェイ1号線、ブリティッシュコロンビア州内では、ハイウェイ97号線となっている。 アラスカハイウェイの歴史について興味ある人には、その建設に関するいく冊かの本がある。アラスカハイウェイの南端の記念碑道路のカナダ内区間では1947年の時の姿に基づいて1978年までマイルストーンが付けられており、長年の間の付け替えでマイルストーンの間の距離を着実に縮めてきた。 この1978年、キロメートル表示の標識が取り付けられ、歴史的マイルストーンの換算値に近い場所に、キロメートルポストが置き換えられた。例えば、キロメートルポスト1000は、歴史的マイルストーン621が置かれていた場所の近くにある。ハイウェイを短縮する建設工事が続いているが、2キロメートルごとに配置される、キロメートルポストは、1990年の、 ブリティッシュコロンビア州内区間の調整によって当時の走行距離を反映するものになった。1990年調整が行われた区間はその後の付け替えによってさらに短縮されており、例えばサミット峠近く満潮ことアイアンクリークの間である。有根順州のキロメートルポストはそこに残されていた数字に従ってブリティッシュコロンビア州州境から シャンパーニュ周辺の新しいバイパス生誕まで2002年秋に建てられ、2005年にはそこからシルバーシティに近いクルエーンコ東岸まで調整されたポストが建てられた。歴史的マイルに基づく古いキロメートルポストがクルエーン湖からアラスカ国境までのハイウェイに残っている。ブリティッシュコロンビア州とユーコン順州の区間には歴史的に重要な位置に 楕円形の標識に描かれた歴史的マイルストーンが少数ある。これら特別の標識は1992年のハイウェイ建設50周年を期して建てられた。ハイウェイのアラスカ側は1マイル置きにあるマイルポストで表されているが、道路の付け替えのために正確な走行距離を表してはいない。 アラスカハイウェイの北端を示す記念碑、デルタジャンクション歴史的マイルストーンはハイウェイに沿った住民や事業によってその場所を特定するときに使われており、ある場合には郵便用住所にも使われている。住民と旅行者及び有根巡州政府は巡州内区間の方向を表示するときに東や西は使わない。これは道路がその向きになっているとしても、 北と南が使われており、ハイウェイの南端と北端を指すものである。これは旅人が混乱しないようにするための重要な配慮であり、特にクルエーン湖のような自然の障害物の周りでは、西行きの経路が南西や時には南に向かったりする。ブリティッシュコロンビア州フォートネルソンの西の区画でも、東西方向の経路があってある部分では南西方向となるが、 ここでも、西よりも、北が使われている。アラスカハイウェイに接続する道路は、南から北に次のものがある。アザーローズザット・ジョインザ、アラスカハイウェイ・インクルード、フロム・サウス・ツー・ノース、マイル1337付近のアラスカハイウェイ、フォート・ネルソン・マイル301から308まで。 現在地元住民の支線道路として、ワイルドフラワードライブ、ハイランド道路、バレービュードライブがある。ホワイトホースシャンパーニュエーシヒック固有領土その他の以前の部分は廃止され使えない。ごく最近の建設計画はそれに近づく車道を丁寧にすき返してきた。ありがとうございます。